抑え込むって一体どうやって？僕はオロチマルの実験体だった頃があってね、そこで初代様の細胞を埋め込まれたんだ。ヤマト隊長が初代様の細胞を？初代様は美獣を意のままに操ることができた。だからその能力を受け継いだ僕は、今回のようにナルトの力を沈めることができるんだよ。そうだったんですか。あの、サイのことなんですけど。サイのことはもうわかってる。え？ま、そのことは後で説明するよ。そろそろナルトも目を覚ます頃。ナルト！あれ、さくらちゃん？俺ってば、なんで？よかった、本当に。ご無事なようで何よりです。なかなか楽しい遊びだったわ。これからどうします？一度、アジトに戻るわ。ん？私に何か用かし？君は、ナルト君と一緒にいた。はじめに言っておきます。僕は敵ではありません。僕はとある方の指示によりあなたと交渉しに来ました。何を言うかと思えば、その話、何を根拠に信じればいいの？それは、おかげ直轄の暗部、その構成員のリストです。そんな超機密書類まで持ち出してくるとはね。いいわ、信じてあげましょう。どうも。それで私と交渉したいとか言ってたわ。はい。ここで話もなんだから、アジトで聞くことにするわ。ついてきなさい。やはりね。前々からサイの行動は不審な点が多くてね。だから僕の分身体を見張りにつけていたんだが、どうやらサイはオロチマルと組み、彼らのアジトに向けて出発したようだ。あいつ一体何考えてんだってばよ。見張っている限りサイは個人的な理由で動いているようではなかった。じゃあなんで？これはまだ推測の域を出ないが、サイには五代目とは別の主がいて、僕らとは別の命を受け行動していた。そしてサイの主とオロチマルの目的と利害は一致すると考えれば。でもオロチマルと組んでまで一体何をしようとしてんだってばよ。おそらく第二のこの葉崩し。そんな。何にしてもこのままサイを放っておくのは危険だ。おっす。いらっしゃい。
ここがオロチマルのアジト。この先どんな仕掛けがあるかわからない。今まで以上に慎重に行くよ。よし。ここまで来ましたか。サイ、てめえなんでこの葉を裏切った。へえ、よく僕が裏切ったことを知ってましたね。そこまで感づいているのなら僕の目的も大体わかっているのでは。まあね、今回の件は君の独断ではない。他の主の思惑、そしてその主は第二のこの葉崩しを企んでいる。さすがですね。その通りです。僕たちは今のこの葉を潰し、その上で新しいこの葉を築く。サイ、あなたはそんなことに手を貸してな。別に、だってそれが僕の任務だしね。てめえ。さて、話はこれくらいでいいでしょう。オロチマルの命により君たちをこの先へ進ませるわけにはいかない。この先にはサスケ君がいるからね。サスケ君が。悪いけど君たちにはここで消えてもらう。この先にサスケへ続く道がある。サイ、お前がそれを邪魔するっつうんなら容赦しねえ。
ちんたらしてられねえんだ。この先にあいつが待ってんならなおさらだ。こじ開けてやる。ナルト、ヤマト隊長とサクラちゃんは手を出さないでくれ。ここは俺がやる。待て、こっちは3人いるんだ。確実に進むなら協力して。ヤマト隊長、ここはナルトにやらせてください。きっとナルトは戦いを通してサイにいろいろ伝えたいんだと思います。しかし、お願いします。そんなに悠長になってやれないよ。劣勢だと思ったらすぐに割り込ませてもらう。ああ、行くぜサイ。前の手合わせでは君はこれほど。言っただろ、サスケへの道を邪魔する奴は容赦しないってな。俺はつながりを守るためならいくらでもあがいてみせるってばよ。そんなものが君の力になっているとでも言うのか。あとはサスケだ。無駄だと思うよ。何？僕はここに連れられた時サスケ君に会った。え？でも彼は君たちのことは何とも思ってないと言っていた。君はサスケ君のことを兄弟のように思っていると探ったけど、それなのに彼は。おやおや、あっけなく負けたもんだね。薬師兜。でも裏切ったわけじゃなさそうだから許してあげるか。てめえ。何を睨んでんだか。僕を睨んだところで何も解決しないよ。うるせえ。お前たちがサスケに目をつけなきゃあいつがこんなとこに来ることはなかった。やれ、それは責任転嫁ってやつだよ。結局のところ彼はここに来ていたさ。イタチを倒す力を手に入れるために、その身を闇に染めるためにね。僕たちはそのきっかけを与えたに過ぎない。彼は自分で選んだのさ。まだそんなことも理解できないのか。君は昔から頭が悪いね。なんだと？サスケを返せ。返せはないだろう、ナルト君。ずれてるよ、それ。サスケ君は望んで我々の元へ来たの。引きずりすぎだよ。男のくせに未練たらしいね。